4月7日は、グレゴリオ歴で年始から97日目にあたり、年末までは、あと268日ある。ベートーベンの公共曲第3番、英雄初演戦艦大和沈没戦教師、フランシスコ・ザビエル誕生。1541年の4月7日に、東アジアの不況へと旅立った画家ヘラルト、同誕生。画像は、自画像警官詩人、ウィリアム・ワーズワース誕生。 作曲家、宮城道夫。代表作、春の海ジャズシンガー、ビリー・ホリデー。黒人として差別される中で、奇妙な果実を歌った、ドイツ第七大連邦首相、デアハルト・シュレーダー映画俳優、ジャッキー・チェン・バロワ長の恩情をシャルル八発カモイに頭をぶつけ没退のタークシン王、処刑される、ハイチ独立運動の指導者トゥーサン・ルーベルチュール、拷問の末国中主画家。 シュザンヌ・バラドンボツ。画像は、フロフォードモーター創設者、ヘンリー・フォード・ボツ。画像は自作の四輪自動車に乗るフォード、不再生協会の生新女福音祭。画像は、エルグレコ、受胎告知。ありがとうございます。